東方横綱朝青龍、結びは朝青龍に千代大海。ライバートル出身高砂部屋、10日目に不覚を取った朝青龍、白鵬を追う立場になり、もう星は落とせません。先場所立ち合い変化に敗れた千代大海、今日はその悔しさをぶつけていきます。いやー、北の富士さん、はい、右のど輪でもという話を北の富士さんされましたけれども、そうですね、まあ、この突っ張り右のど輪、はい、これがはまりましたね。入りましたね。いや、ちょっとね、これ予想できなかったね。ここで横綱もなんとか引っ掛けてしのぐんですけれども、うん、これちょっと足上がっちゃったしね、うん、いや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 、これはもう先ほどのちょっと予想ね、はい、もう千代の千代大会ファンには謝らないかんね、これ千代大会が異常を見せました。素晴らしい、最高の相撲を見せました千代大会。久しぶりに去年の秋場所以来千代大会が横綱を破りました。